今日はね、人を動かすことの難しさについてお話しさせていただきたいと思いますけどもね。私はね、舞台でね、昔ですけれどね、演出やってますでしょ。で、制作もちょっと絡んでますしね。で、そして、やっぱり裏方さんたち、この役者さんたちですね。で、役者さんも、主な役者さんの他に、仕出しの人とかね、脇役の人とか、通行人みたいな方とかね、何十人も入れますでしょ。で、そういったところには全部で数えると180人ぐらいの、人をまとめて動かさなきゃいけない状態になりますでしょ。最初慣れるまではね、ストレスでね、役者さんたちはそれぞれみんな出身も違うし、腕も違うし、才能も違うし、で、それは理解力も違いますしね。で、それを、動かして同じレベルにみんな立ち上げさせるまでにはね、本当一挙手一投足全部こう教えていかなきゃいけないし、で、明かり、私美術や照明プランもやってますんでね、で、どこから何番の明かりをどういうふうに当ててっていうことを演出しながらもこう見るんですね。で、その役者が演じてる人間の役柄のね、つまり老いたちとかそういうものもね、同時にこう計算しながら演出していくんですね。前を見てながら後ろの方も後ろにも目をつけてるような状態にならなきゃいけないですからね。で、音がちょっとでもずれるとね、芝居にならない場合もありますしね。で、音響の方も私担当してますんでね。で、それも気をつけなきゃいけない。で、ひいてはやっぱりストレスになりますんでね、タバコを吸ってたんですね。で、しまいにはエスカレートしてね、100本ぐらい吸ってたんですね、一日に。で、それで私、やっぱり、肺やね、何かそっちの方や何かをね、炎症を起こして、もう咳が止まらなくなりましてね。で、それで、とにかく、ある方法で、タバコをやめられたんですけどね。いや、とにかく、ストレスになりますし、人を動かすっていうのはね、とにかく、一番いけないのは感情的になることですね。これが一番ね、何事でも邪魔になりますね。ですからやっぱりイライラしたり、なんかするのはね、どう自分で客観的にその心理的なね、感情を分析していって、で、水をかけて冷やして、で、冷静に、ことを処していって、ね、発言したりね、何かするか。で、そうするとね、周りの人たちが、わあ、この人ね、今に怒るだろう、怒るだろうと思われてて、で、怒らないで、そこで、やっぱり、ただ静かに喋ると舐められちゃうんですよね。で、やっぱりその人のためにもなれないし。だから、厳しい言葉では言うけど、ため口でね、汚い言葉でね、何やってんだみたいなことは言いませんしね。軍国主義じゃありませんのでね。で、そう、同じことを二度と言わせないでくださいね。っていうことは言いますけどね。だからちょっと冷たいようですけれども。なんで冷静にそういった方が効くんですよね。で、向こうもね、変に落ち込んだり、カッとなったりしないで済みますからね。で、とにかく、上に立つものはね、あまり下に降りすぎてもいけない、威張りすぎてもいけない。で、つまり、機械のようにね、冷静沈着でいるべきですよね。いかなる場合でも冷静沈着。で、これが一番、帝王学だと思いますね。で、それで、やっぱり、サラリーマンの方でもね、営業の方でもよく言うのはね、打ち上げは私は一切やりませんからね。で、飲み会ってのは一番良くないんですよ。だから、一次会だけはね、まあ、義理があるから行かなきゃいけないかもしれないけれども、でも、二次会、三次会は絶対行きなさんなって言ってるんですよね。で、それでないとね、お酒を回るとね、ペロッとたった一言ですよ。たった一言でね、あいつはそういうやつなの、本音はこうだったんだって。で、邪推する人もいますしね。で、そこからだんだんだんね、もうおひれがついていってね、言わないことまで言ったようになっちゃいましたね。で、そして今度は失職したりね。ね、会社が、もう対人関係がうまくいかなくなって、で、よそへね、出向という形にさせられたり、そういうものをいっぱい見てきましたんでね。
なるべくね、お酒の席で、ね、お付き合いで最初だけにしといた方がいいと思いますよ。あと飲みたければ誰もいないところで好きなだけ浴びるほど、飲んだくれればいいわけですよね。で、人様がいる前ではなるべく正体を表さない方が無事だと思いますね。今日はね、運を呼ぶ方法についてお話ししろというふうにディレクターが言ってるんですけどね、私はそんなもの知りませんって言うんですけれどもね、霊能者じゃありませんからね、でそういう力もございませんしね、ただね、いろんな雑誌やね、本に書いておりますんですけれどね、運気アップのコツであるとかね、パワースポットだとかね、あんなの私はちょっとどうかなと思ってねまあそういうこともあるでしょうけど、私はあんまり信じませんね。とにかくね、もっと現実的に言いますとね、やっぱり運を呼ぶっていうのは人から信用されるかどうかということですよね。あ、この人間は信用できるなと思うとね、会社でもね、重要なポジションを与えられますし、それから仕事も任せられるし、一緒になって悪口を言ったりね、不満や愚痴を言ってる人がね、実はお互いにね、あ、こいつはこういうやつなんだって、でお互いが信用しなくなるんですよ。俺のこともどっか行ってよそ行ったらね、下手したら言ってるな、言うんじゃないかっていうふうに思われるんですよ。そうすると誰も仕事を頼まないし、重要なポジションにも置かないし、で、交際範囲も広がっていかないし、でそうすると営業や何かに差し替えてきますからね。で、とにかく人にまず信用されるには自分が真っ当な人間で、で人の悪口は言わない、陰口は聞かない、女性なんかもね、もう男性も同じです。自分自身がまず自分を信用できるかどうかということですよね。はい、なかなか信じてもらえなくてなんて女性や男性も言うけど、じゃああなた自分自身を信じてますっていうの、信じられる人間だと思ってますかって、それはちょっと、あなた自分が信じていないものをね、信じろ信じろってみんなに言ってるのは詐欺師ぐらいなもんですよっていうの。だからまず、あ、この人間はね、と見ざる聞かざる言わず、人の嫌なところは見ない、聞かないようにする、で言わないようにする、愚痴も悪いことは一切口から出さない、いつもニコニコしてて、そして責任感があって理性的で、ね、ニューは質素で飾り気のない、でそういう気持ち責任を持って仕事はやる、で約束は守ると、そういう人たちをね、誰をほっときますかって、結局それが運を呼ぶことになってね、いい評判が立って、仕事でもプライベートでもいろんなことでもいいことがずっと回ってくるんですよっていうの。ですから、つまり人から信用される人、また自分自身が信用できる人間、これがまず運を呼ぶ方法のまず第一ですね。